皆さん、こんにちは。ポケットモンスター、スカーレットの64回目の放送となります。初めての方は、はじめまして。引き続き視聴いただいている方は、本当にありがとうございます。初見でマイペースな動画ですが、一生懸命コツコツプレイしていきます。よろしくお願いいたします。それでは、今回もゆっくりお楽しみください。第64夜、開幕です。本編が始まる前に、前回のあらすじ、およびポケモンのトークをお楽しみください。カイ君、ポケモンの世界に行って、皆と触れ合ってこーい。うっほほーい。ゼイユがおかしくなったぞー。なんか、キビキビ言っているぞー。そしてなんと、村人もみんなキビキビになっちゃったぞー。どうしよう。うほ、回じゃねえか。今回で最終回ってマジかよ。やあ、コダックくん。今日もよろしくお願いします。実は、その予定なんだよ。わかっていたとはいえ、なんか唐突だわね。コダックくん、にゃおはくん、最後だから、精一杯実況サポート頑張るわよ。了解、僕ら、頑張ってサポートするからね。かい、絶対に良い最終回にするんだぞ、いいな。僕はいつでも頑張るぞ。さあ、今回も張り切っていくぞ。ポニオ、ポニオ。オーガポンちゃん、終わってほしくないって、かい、やっぱりなんとかならない？永遠に続ける方法、ないのかしら？そんなこともあろうかと、秘策を考えているのだ。本編終わった後、説明するぞ。秘策って何なんだろう？とりあえず、本編始めようか。それじゃあ、最終回、お楽しみください。あ、いたね、いたね。はいはい、行こうか。制服の子だね。あ、これはいかん。うわー、怖いー。おじいさん。すぐにの家計大変なことになってるな。まさかおじいさんまでとは。この村大丈夫か。名前判明、いいね。いいね、じゃないわよ。もう、のんきなんだから。シャンディだ、わかんないな。あー、僕くんの方はわかんない。変なところでカットするわね。編集、雑よ雑。餅を食べなさい。キビキビー、怖っ。なんとかするよ。あの餅さえ食べなければ大丈夫さ。
はい。ペーパーたち大丈夫？何があったんだろうか？かい、スマホの動画、音出てるぞ。大丈夫だった？か？あ、すみません。しばらく続きます。編集中にスマホ見るな。なになになに、なんかいるね。あれなんだろうね。出た出た出た、大変なことになってるな。おや、この二人までかよ。なんで口開けてるんだよ。主人公は華麗に避けたぞ。もうマジですか、また戦うのか。いや、真顔でやめて、本当に。仕方がない、戦うか。二人は強敵だ、頑張ろうね、カイ君。どうしたんですか、カイさん。はいはいはい、了解です。ここでカットする？普通？カイさん、最低。なっ、キブイブって言うな。キビー。あ、3万円やった。カイに編集を任せた。私たちがバカだったわ。大事なバトルを思いっきりカットするなんて。なんか、すみません。いつものメンツだから、カットしちゃいました。なあ、かわいいな。ここはトモッコプラザか。なんだ、二人ついてきたんだ。もう、しょうがない、二人なんだから。そうだよね。あー、大変だー。
桃わーいって言ってね。やばい。わかった。ちょっと待って、オーガポン忘れてた。とりあえずこの6体でいきます。いくぞ、戦おう。今度はカットすんなよ。いいわね。はい。ちょっと足の動き方やばいな。キビキビ勝負。はい、ちゃんと収録します。ややこまさん。1対1？ダブルじゃないの。意識残ってるよね。でも6体か。やってるわけじゃないだろうけど。ちょっと厄介だな。意識ありそうな気がしてきたよ。よし、急所に当たった。あっけないな。僕の力見たか。意識あるね。キビ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 。ダメだ。面白いね。ポニオ、ガオガオ。まずガルガン倒したぜ。アブリボン、わかんないな。オガポンちゃん行こう。ポニスタコンボだよ。あ、倒した。オッケー、いいよー。よくわかんないけど倒したぜ。ポニ、ポニオ。ヌメルゴンか。パーモット行こう。どんなポケモンかわからないカイ君、勉強が必要だな。情報はドラゴンか。中田さんで行こう。弱点を攻める戦法ですか。うまくいくといいのですが。よしよしよし、いいよいいよ。そうか、ドラゴンタイプの技はデカムちゃんには効かないんだった。いいチョイスだよ。ナイスだ。よっしゃ、この調子で頑張るぞ。そのまま戦おう。ジャラランか。知らないポケモンだな。なんか強そうだな。ジャダダンが何が弱点か分かんないよ。地震？デカムちゃんの弱点である地面技を使うとはなかなかやるの。ネモさん、あんた意識あるでしょ。地震に強いのは誰だ。アシレンジでいくか。地震に強いポケモンいるかな。歌方のアリア使ってみるか。何？防音？なんだ、パーモットだ。パーモットで倒せるでしょうか。オッケー、蓄電いいぞ。
防御下がったけど仕方がない。自信かな相手は。うわー強い。わかした、電気は地面に弱いんだった。あれマスカーニャ行こう。ニャローテなんか心配です。トリックフラワーだ。効果今一つか。あーでも地震とかどっちか、どっちで来る。あぶねえ。ドレインパンチなかなかやるの。あと少しだ。あーあと少しで倒せたのに。マスカーニャごめんね。命の玉の影響でやられちゃったね。よし、ドレインパンチは食らわずに済んだね。オーガポン行こう。じゃれつけ。アホなシーンはあったものの、いいよいいよいいよ。ポケモンを倒しているな。その調子だぜ。パーモットだから入れ替えたい。どう。ゾウは電気に強いポケモンでしたね。さあ倒しに行きましょう。地震じゃ。痛い。おまけに吸収まで当たったか。よし一発だ、ラッキー。どう、いっそ、その調子だー。おお、ゾウくんがあそこまで活躍するとは、僕も負けてられないな。入れ替えるか。いや、いいや。どうしよう、どんな技を使おうかな。自己再生で様子見るか。ちゃんとテラスタルは使うのね。何こりゃ、なんだ格闘タイプ。うわーめんどくせー。大したこともない攻撃だな。どう、あとお前に頼むわ。ゾウくんは強いから絶対に勝てるわ。ヘッドウェーブだ。ダメージが少ない。でもここまで来たならやるしかないな。あーどうしようかな。使うか。カイ君がテラスタル使うの久しぶりに見たよ。そういえば最近テラスタル使ってないな。これからたくさんバトルするんでしょ。テラスタルを使うのも大切よ。いいわね。そうだね、テラスタル使っていくことにするよ。キビリよ、なんて言ってんだ。ラッキー、どうもどうも。もう一回ヘッドウェーブ。あと一発だね。あと少しだ。
ナイスですね。うっほほーい、勝ったぞキビキビ。どんどん、あ、2万円ありがとう、いっぱいくれたね。おい、今回で最終回じゃなかったのか。うまく調整できず次回に持ち越しになった。皆さん本当に嘘ついてごめんなさい。回のことだからやらかすとは思っていたわ。無理やり最終回にはできないのかしら。そうすると動画時間が35分超えするんだ。だから次回に持ち越しにしちゃいました。僕堂々と最終回お楽しみって言っちゃったぞ。なんだか罪悪感いっぱいな気持ちだよ。かえ、ひどいよ。ヤオハ君、ごめんよ。次回で本当に最終回にするから、安心してね。そして、カイ君、前半言っていた秘策って何なのか、教えてくれるかい？おう、そうだったそうだった。メイン動画は次回で最終回だけど、ライブ配信は定期的にやっていく予定だよ。そうなのですね。てっきり、ライブ配信も終了かと思っていました。バトルとかまだまだ遊べる要素あるしね。無理のない程度にライブ配信頑張ってね。うん、通信対戦や鬼退治フェス、ブルネクなどは今後も定期的に配信する予定なので、皆さんよろしくお願いします。それでは次回が本当に最終回となります。次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。閉幕します。ポニオ、ポニ。